トーナメント任天堂カップマスターボール。優勝カップを手にすることのできる最強のトレーナーは一体誰なのでありましょうか。すごい一撃、おっと危ない。あ、こちらはおっと当たりません。おっと持っていた道具で体力を回復です。さあ熱いバトルが展開されております。ここで地震攻撃、よし当たった。ここでダウンです。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでマリルリの登場だ。さあ熱戦が続いております。ここで一発、これは効いている。メロメロ攻撃、なーっと相手にメロメロになってしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここでポケモンをチェンジだ。ここでスターミーの登場だ。さあこれはこれはいまいち。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。ここで10万ボルトだ。逆転を見せた。やっと力尽きたか。さあポケモンは残り1匹。ここでキレイ花の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。指示が出揃って、鋭い攻撃、いい当たり。これはどうだ、効果は抜群だ。さあ熱いバトルが展開されております。ここで太鼓技術、強烈な一撃、これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。ここで地震攻撃、激しいヒット、
試合開始早々いきなりダウンだ。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでカイロスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。おっと攻撃力がアップしました。さあここでヒット、いい感じです。さあ激しいバトルです。両者向き合って、ハサミキロチンだ。おっと当たりません。さあこの場面でよし、ああノックアウト。さあ一方的な試合が展開されております。ここでラッタの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。いい当たり。この攻撃ダメージは大きいぞ。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。さて巻きてしまった。おっとここは動けません。さあ熱戦が続いております。バトルの姿勢に移ってこの攻撃、歩く一発、ここで一発逆転を突いた。あっと一撃で倒れてしまった。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでナッシーの登場だ。これは期待通りの活躍を見せてくれるか。さあ熱いバトルが展開されております。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。激しい攻撃、これは効いている。両者とも大健闘です。ここでポケモンをチェンジだ。ここでケンタロスの登場だ。強い攻撃、いい当たり。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。いった、狙い的中。おっと危ない。おっとしびれ粉、あっと麻痺してしまった。さあ熱戦が続いております。
ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。ここで冷凍ビーム。よし、当たった。ここでノックアウト。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでブーバーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ、今度は急所を捉えた。ここでダウンです。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ボールが開いてポケモンが姿を現します。現在のところ残るポケモンは2対1。さあ、これはヒット、いい感じです。ここで地震攻撃、攻撃殺人数。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。